はい、今回もハンディカムで撮ります。前回撮影した、平台車に直置きして鳴らした動画の音はですね、凄まじいものがあったと思うんですけれども、いただいたコメントの中で、これらの、アンプ類、高価なアンプ類の助けがあってこその、迫力がある音であって、この音を出すためには、相当な出費を覚悟しなければならないっていう、指摘がありましたけれども、果たしてそうなのかということをですね、実証するために今回、1万円のデジタルアンプですね、これと単三乾電池だけで鳴らしてみたいと思いますので、単三乾電池16本ですね、エボルタで、iFi オーディオ、iFi のですね、ノイズフィルターと、それからスーパーキャパシタかましてはいますけれども、それ以外は何もないですね。電源はもう本当に単三電池だけで鳴らすと。で、オペアンプ、ディスクリート型のオペアンプに中カスタムしてありますけれども、基本的にはそれ以外のことはしてないと。で、スピーカーケーブルは純銀単線のものを使いますけれども、本当にもう1万円で入手できる、今現行では手に入らないですけど、本当に1万円のアンプと単三電池というだけでですね、同じ楽曲鳴らしてどうなるかっていうのをですね、聞いていただければと思います。信じられないぐらいの音が出てると思います。結局、アンプによる音の変化っていうのは当然ありますし、当社で普段使ってるこのフェーズメーションの MA1 っていう845と 300B の真空管アンプ、モノラル真空管アンプ、これは550万円のアンプですから、
価格で比較すると、とんでもない差ではあると思いますけれども、ただ、工夫次第でですね、こうやって、まあ、少しの工夫次第でこれだけの能力を引き出すということができる、いかにこのスピーカーのですね、潜在能力が高いかっていうのが分かると思います。まあ、言われなければ1万円のアンプ、ましてや単三電池でこれ今鳴らしてると思えないはずですね。他の曲も、まあ、全部前回鳴らしたのと同じ曲でいきたいと思いますけど。 The falling leaves drift by my window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. But since you went away, the days grew longer, and soon I old winter songs, but I miss you most of all, my darling. When the autumn leaves begin to fall, the falling leaves drift by my window, the falling leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, oh, and the sunburned hands that I used to hold. But since you went away, the day grew longer, and soon I hear old winter songs, but I miss you most of all, my darling. When the autumn leaves begin to fall, baby, 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 baby,
This is a right away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside it. The postage is my soul. Contains a message for millions. Say keep, don't go. Ten thousand guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring a message to millions. Say keep on going. No, oh, don't take my fun. Keep, don't go. Keep, don't go. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo and so much space. When you're out there without care, yeah, I was out of touch. And it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you're having the time of your life. Ooh, but think twice. That's my only advice. Oh.
どうでしたでしょうか。驚かれたと思います。これでこのアンプで鳴っているとだけの音ですけれども、まあ前回鳴らしているこの環境アンプですね、この550万円の環境アンプと比較したときに、もちろん違いはあるんですけれど、芯の部分では全くやっぱり変わらない、本質的には変わらない。このもうスピーカーの絶対的なこのキャラクターがですね、キャラクターといっても癖があるわけではなくて、そのこの存在感、圧倒的な存在感のある音っていうのが踏襲されているというところですね。シンプルな 2way なんですけれど、これは両方アルニコのユニットで、ツイッターに至ってはダイアフラムを当社でオリジナルで独自に、制作しているダイアフラムになります。で、最もこの芯出しの作業そのものがですね、とっても重要なので、本当にコマ単位で、コマミリ単位でですね、センターを合わせるということをですね、もう入念にやっていますから、本来必要な、帯域だけじゃなくて、それを、超えたですね、かなり低いところまでストレスなく十分鳴るっていうことがポイントです。ですから、まあ、2kHz とかですね、それ以下のものも十分鳴るので、もう伸びが全然違う。こういう上への伸びもそうだし、下への伸びもあるので、ウーファーと自然につながるということが言えます。音源は、まあ、当社の電流伝送型 DA コンバーター、 E1KRS を用いて、これが E1KRS の電源部ですね、バッテリー駆動。ここから、まあ、RCA アンバランスでつないでるわけですけれども、まあ、ここは確かに高価な音源ではありますけれども、アンプを1枚にしたっていうだけでもですね、通常では考えられないようなバランスの、組み合わせだとは思いますけれども、今聞いていただいた通りの音が、実現すると。ですから、まあ、このスピーカーを購入された暁にはそんなにシステム全体でベラボンに高くなるっていうわけではなくて、もちろんその高みを目指すために最終的にそういうゴールを目指していただくと、より繊細な違いっていうのが、手に入るわけですけども、これだけの組み合わせでもここまで音が出るという、まあ、実験でした。では